こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。ジャパンカップスタートです。1回戦。土曜開始ですね。これは、勝たなきゃいけません。そしてスタメンも非常に重要です。ユーナかな。ユーナといいからまあ勝てるでしょう。これでいってみましょう。90% 対 4%。 まあ分かります。ヤンが取ります。取りますね。これはですか。コーナーキックになりましたね。あ、左急いでしまった。ではナーコチャンス決まりました。2点目です。ワールドカルチョクラシックもあるんで、非常に年末まで忙しいローテーションになります。クラーカリバーズ、その中で国内のトーナメント、ジャパンカップも始まっております。なんかもったいないよな。7個3点目。あと逆にコーナーキックを許してしまいます。これで前半終了です。まだ大丈夫でしょう。
緑岡 SC は相当疲れが溜まってますね。フィーナー決めました。4点目です。危ない。まだ疲れてないよね。あ、こう来ました。めちゃくちゃ疲れてますね、相手は。でも、フィナです。うん。繰り返しで決まりました。繰り返しが決まった。6点目です。変えましょうか、美穂を。美穂も。ナイス、しっかり取ります。さあ、追いつかない。いいか。決めました。しっかり取っていかなきゃいけませんよね。ファール。試合終了まであとわずか。フィッシャータイムは1分です。この最後のチャンスでしょうね。エリカ決めました。うん、止めて、オーバーヘッドキックですね。大志くん。これ試合終了。危なげなく勝利しました。前半3分でした。バッティングパスでエリカ決めましたね。で、奥から、エリカ。
ここら辺はなかなかもどかしい展開でしたね。追加点は入った前半23分。イランから7個。しっかり決めていきました。3点目です。ここから7個へ。いい2本のセンタリングでしたね。センタリングというか縦パスというか、前半終了直前、そして後半に入るともう一方的になります。ミューラーのヘディング、エリカアシストに回る展開。これは危なかった。なんかナーコ、これはうまく反応するというか、そうですね、裏、相手の裏をかくプレーでした。そしてミオ、これが自分で持っていって切り返してゴール。見せ場を作りました。3位7点。これエリカが滑っちゃうんですが、ボールを拾ってキーパーの横を吸い抜けていきます。そして試合終了直前、エリカがバイシクルを決めます。これは芸術品。試合終了となりました。相手の方はボールを支配率高いんですね。エリカとナナコが3点ずつということになります。1回戦突破、クランカリバーズ。2回戦はアスカリア奈良とぶつかります。どんなチームでしょう。まあ、そんなに強いチームじゃないし、結構突き票もたまってますね。日本代表チームのメンバー発表、なんと6人選出。ミオ初、夏木もなります。キーパー、さあこのサセボドックス非常に重要な試合になりますよ。首位は難しいにしても2位はキープしなきゃいけない。スコアダガマとは2点差です。その後の日程がキャピタル東京首位だったはず。そうですね、首位ですね。まあここは負けてはいけない。最後は高知四万十す11位。これはしっかり勝っておく必要がある。ということで、まあ、優勝はなくても2位を狙っていかなきゃいけません。あ、エリカ疲れてる。いいこと
というのを入れ替えます。はい、ということで次回佐世保ドッグスとの公式戦です。ジャパンカップ1回戦緑子交換新戦は危なげなく勝利しましたね。公式戦ジャパンカップ、そしてワールドカルチャークラシック世界戦と、お忙しのクラーカーリバーズとなります。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitch で配信やっております。ぜひ Twitch のアカウントフォローお願いします。Twitter もやっております。フォローいただければと思います。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。